北海道の道北エリアでは一時的に降り方が強まることがあります。風も吹いて見通しが悪くなっております。非常に荒れた天気となっております。このように見通しが悪くなるタイミングもありますので、車の運転でしたり足元などは十分にお気をつけください。では今後の予想も見ていきましょう。現在低気圧も発生しておりまして、そちらの影響でしたりまた上空の寒気の影響で北海道方面では引き続き雪が降りやすい状況となるところが多くなります。一時的にこのように活発な雪雲が流れ込んできますと降り方が強まります。まだまだ沿岸部などでは風も強いですので、見通しの悪化にも要注意となります。週間のお天気で見ていきますが、北海道方面ではまた明日になりますと低気圧や前線の影響で雪が降りやすくなります。その後も日本海側などを中心にすっきりしない天気となりますし、雪が降るところが多くなります。まだこう荒れた天気となっているところでの除雪作業というのは危険ですのでやめていただきたいのですが、もし少しでも落ち着いているタイミングがありましたら、その時間を見計らって安全を確保した上で必ず2人以上で除雪作業を進めるようにしてください。以上、東北エリアのお天気確認していきました。